はい、どうも、今日はこの SH モンスターアーツの、バーニングゴジラ2019を開けてみたいと思います。このキングオブモンスターズに出てきたゴジラの、シーンでこう、なんだろう、ちょっと赤くなるシーンがあったんですね。それを再現した、ゴジラとなっております。じゃあちょっとパッケージを見てみましょうか。まずこれが、表ですね。で、横、後ろ、後ろで、横で上、こうか。で、これが底ですかね。よし、開けてみます。中身はこんな感じとなってます。ピーピー、結構シンプルですね。 OK。 おー、色がすごい。こんな感じです。このすごいな。この塗装がすごいことになってるな。こんなお顔をしてます。美しい。いい感じですね。なんか顔がやっぱこうちょっと亀っぽいですねこのゴジラは。で、なんかですね、この本当に光の当たり具合でだいぶこのバーニングな雰囲気がイメージが変わってくる感じですね。太陽に当てたり、こう何この照明とか当てたりすることによってもだいぶ印象が変わってくる色合いですね、これは。で、若干この燃えてる感じという雰囲気じゃないな。いつだっけな、去年の冬ぐらいに予約したんで、で、ちょっとコロナの騒ぎの影響でちょっと発送が遅れてきました。で、実際これ送られてくるまで自分がなんだ、なんか予約したの忘れてましたね。で、結構なんだっけ、最近オンラインショッピングハマりすぎて、なんかね、何頼んだかよく分かんなかった。もうなんか1日に 4,5 回ぐらい宅配便の人が来るんで、もうポン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 来るんで、これもなんか
あ、来てたんだって感じですね。もうなんか山積みになった段ボールの中の一つで発見しました。それぐらいちょっとやばいっす、本当に。オンラインショッピング症候群ですかね、自分は。ディ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 ーン、かっこいいな。はい、ってことで今日はこの SH モンスターアーツゴジラ、バーニングゴジラ2019を開けてみました。で、まあ感想としては、この前のこの2019版のゴジラのフィギュア、まあ2個、何体か出てると思うんですけれども、まあバーニングなので、ちょっと特別な存在感をこれは出していると思います。で、シンプルなので特に何のエフェクトパーツもついてなかったんですけれども、まあいいじゃないですかね。うん、むしろなんかキングオブモンスターズのまた違う再現をしたキングギドラとか出てきたら、ちょっと多分高そうだなと思って、ちょっとあんま出してほしくないんですけれども、まあ出たらそれもかっこいいかなと思いました。バーニングキングギドラ、うん。今日のレビューは以上です。はい、ご視聴いただきありがとうございました。